この動画は極大ヤウェポン捕獲作戦の速報版解説です。戦法が洗練されていないのはご容赦ください。まず、基本的な立ち位置について。戦闘が始まると、もう一体のデンドロビウムがやってくるので、最初にある青いデンドロは MT チーム、つまり MT、H1、D1、D3 が、赤いデンドロは残る ST チームが使うこととします。ST チームは、飛べるようになったらすぐに飛び移っちゃって OK だよ。次に、代表的な技の紹介。ダイヤレーン。各デンドロに乗ってる人数に応じてダメージ増加。4、4に分かれて受ける。別に3回する必要はない。走行展開。爪を構えた方の床全体に即死範囲。爪を見たら、転送装置で反対に逃げる。今回は反対側に爪が出たので、ST チームがこっちに飛んできてるね。はい、OK。そして同じシーンを再度再生。同時に、頭割りか3回の2択攻撃が来ている。後頭に光が集まっている場合、頭割りレーザー。真ん中に集まって頭割りする。はい、OK。次は3回のケース。肩が光った場合、攻撃はホーミングレーザー。3回しておく必要がある。はい、OK。では本編に戻っていこう。頭割りか3回が処理できたら、今度は走行展開で転移しなかったチーム。つまり、今回は我々 MT チームが転移しておく。これは、極だと転移してからしばらくは転移できないためだ。ボトンバースト。タンクが来た、残りメンバーは南で受ける。そういえば言い忘れてたけど、ヘイト上位2名にはビームっぽい AA が来るため、タンク2人がヘイトを上げ、北側で受けること。2回目の走行展開。これは単に片側を投げ払うだけ。はい、また爪は向こうだね。ST チームはこっちにワープ。で、今度は、またワープしなかったチームがワープする。つまり、我々がワークすれば OK だ。またダイヤレーンが来るからだね。はい、OK。3回目の走行展開。これは1回目の走行展開で来なかった方の攻撃がセット。つまり、今回は3回が来る。はい、OK。で、また、今回転移しなかったチームが転移する。つまり今回は我々だね。またフォトンバーストを処理。はい、OK。これで第1フェーズは終了だ。下位2号機のコード777でビーストモードに移行するぞ。で、なんとなく中央あたりに立っておく。次、おててが4つ出るので、前おててが同じ床にあるかどうかで対処が変わる。まずは前おててがこっちにある場合、青い円範囲を見て、着弾地点の横に立っておく。で、どっちかのデンドロが撃沈されるので、撃沈されない方に退避すれば OK だ。はい、OK。次、同じシーンで、前おててが反対側だった場合、その場合は反対の船に飛ぶ必要がないので、この場合、青い範囲の縦側に立っておく。おっと、こっちが落ちるね。反対に飛ぼう。しかしシドの野郎、地下線が上に乗ってても容赦なく離脱しやがるとは。まあ本編に戻っていく。ここからが第2フェーズ。アウトレイジ、全体範囲。ここでは2連続で使ってくるので、両方カバーできるように軽減するとグッド。はい、OK。アウリアース。1回目は単純に、ボスの向いた側の反対側の真心模様に入っておけば OK。
はい、オーケー。次、またボスの向きに注目する。ボスの向いてる先に弾があるよね。ここでは、弾があるサイドをボスが投げ払う。なので、今回はこのまま手前にいればオーケーだ。はい、オーケー。では戻って別パターン。アウリアーツのアンチに集まっておき。はい、ボスの向きに注目。実はこの時、私の画面には映ってないけど、この視線の先にも弾があって。で、その弾は床の手前側にあるのだ。よって、今回は反対サイドに避ける。はい、オーケー。猶予時間が短いので、私みたいに、決め打ちで片方を見ておいて。そっちを向いてたら待機、反対を向いてたら移動、とか決めておくといいよ。では本編に戻ろう。アウリブーム、タンクスイッチの小範囲攻撃。炎症中に挑発してスイッチ。範囲に巻き込まれないよう、離れておくこと。また弾が出現して突進攻撃。反対側に弾があるかどうかで対処が分岐する。今回は反対に弾があるので、そっち側の、ステージの端に立つ。この辺りで OK。からのノックバック攻撃。この模様を参考に、この辺りに立っておく。はい、OK。ではまた戻って別パターン。ボスが飛んだら反対側を確認。今回は弾がない。この場合、直接床に落ちてくるので、逃げる先はボスのいる側になる。この辺りで OK、別に端に寄っておく必要はない。そしたら、さっきと同じように、吹き飛ばしに対処。これ、アムレン効くんだけど、使うなら2回目の方がおすすめだよ。はい、OK。ではまた本編に戻っていこう。次、アームビット付きのアウリアーツ。まあ、アウリアーツのハードモードだよ。ビットが配置されるので、そっちサイドが使えなくなる。まずは、イージーモードと同じアンチが使える場合、対処は特に変わらない。では別パターン。イージーで使ったアンチが使えないパターンもある。こういう場合のアンチも紹介しておこう。ここ。中央の台形から、ボスの背中側に一つずれた台形の。その中でも、ボスから遠い側に張り付いておこう。はい、OK。で、本編に戻っていくんだけど、実は続きもちょっと難しくなっている。まあ、初回と同じ処理に、横からのレーザーが追加されてるだけだけどね。ここはまあ、横からのレーザーを忘れなければ OK だよ。きっと忘れるけどね。次、またタンクスイッチ。からの攻撃も、ビット付きになっている。まずはビット。今回は奥が潰れたね。で、反対をチェック。弾がないので、ボス側がアンチ。からのノックバック。これもビット付き。ビットがない側に飛ばされるようにする。私はここでアムレン使ってるね。はい、OK。ここまでで第2フェーズは終了。最終フェーズに入る。次のフェーズは、おそらく最難関のサイコロギミックから始まる。あくまで我々のパーティーの処理を説明するよ。まず、足元のデンドロビウムの色を確認しておき。サイコロマーカーが青なら青側、赤なら赤側のデンドロで処理する。こっちは青だね。だから、赤いマーカーがついた人が手に装置で向こうにワークする。はい、私は8番、赤だね。で、さすがにこれは図で説明しよう。簡単に言うと、このサイコロ攻撃は、サイコロの順番に扇範囲を使ってくるだけだ。ただ、その扇範囲が広くて二度付け禁止なので、扇が被らないようきれいに3回する必要があるってわけ。そこで、我々はこういう3回を採用した。まず1から4番。1と2が北で、3と4が南に張り付いておく。しっかり南北に誘導すれば、ステージ中央は扇範囲のアンチになる。なので、5から8番は中央のアンチに待機しておく。で、1が終わったらすぐに5と交代する。同様に、2は6と、
3は7と、4は8と交代するわけ。まあ、実際にやってみせよう。私は8番なので、まずは中央のアンチに立っておく。1番。2番。3番。4番。で、私は4番と交代。はい、これで処理完了だ。次、1番最初に決めた定位置、つまり、MK チームは西、SK チームは東に移動しておく。ボトンバースト、第1フェーズと同じ処理。アームビット付きの走行展開。ここでは、デンドロの北か南がビットで潰れる。潰れる位置は必ず東西で互い違いになっている。ビットのアンチ側に移動しておき、ビットの攻撃を見てから、爪の内側にジャンプする。今回はこっちのデンドロがアンチだね。同時に3回か頭割りの2択も来る。しかも横からのビット付きだ。今回はビットを避けながら3回する。はい、OK。ではないが、まあ処理は伝わったかと思う。で、ここでの3回は猶予が短いため、ある程度決めておかないと事故りやすい。我々は、こんな感じに、ビットのアンチ側をそのまま使って3回すると決めておいた。つまり MK チームはこのままこの辺りで3回。向こうからワープしてくる SK チームは、ワープした先の赤い丸の辺りで3回するってわけ。なお、もちろん頭割りのパターンもあるけど、その場合は大体真ん中で頭割りすれば OK だ。で、本編に戻っていくけど、ここのビット付きの走行展開が終わったら、すぐに、転移しなかったチームが転移する。これは第1フェーズと同じで、またダイヤレーンが来るからだね。なんとか立て直った。次、アームビットとダイヤバースト。また、ビットで北か南半分が潰れる。ここでは、必ず、ビットがある側に集まること。つまりここだね。ここに、ダイヤバーストの1発目を捨てる。で、すぐにワープ。次、塔が出現するので、パーティーごとに決めておいた担当の塔を踏む。我々は、北から、タンク、近接、遠隔、ヒラ、と割り振ったけど。まあ、これはマクロで決めておけば何でもよい。塔の前に、横からのビットのレーザーが発動するので。レーザーを避けてから塔を踏めば OK だよ。ボトンバースト、いつもの処理。と、ここで終了だね。レシピをクリアしているそうだと、この辺りで終了すると思う。が、死者が出たり、IL が低いと、まだまだ続くのじゃよ。残念ながらそっちのテイクは取れていないので、正式版で扱いたいと思います。といったところで今回はここまで。ではでは。